皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店、てるかいざでーす。はい。今日はね、雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというと、こちらになります。モノマックスの4月号になります。今回ね、特別価格で、で、何がついてるかというとね、こちらね、エストネーションのボストンバッグがついております。ね。雑誌の付録としてはね、今回大型なもの、付録がついておりますという感じでね、サイズがね、40-28-18 と、横幅がね、40センチあって、縦が28センチ、待ちが18センチもあるという形なんでね、これから暖かくなってね、なんかいろいろ、もしかしたら出張とかね、まあいろいろ会社の研修とかね、学校のイベントとかいろいろあるかと思います。まあそんな時にね、まあ一泊ぐらいであればね、こちらのカバン使えるんじゃないかなと思いまして、購入してきました。で、こちらね、こちらに書いてある通りね、高機能ってなってまして、一つはね、急な雨でも安心という形で防水になっているんですけど、結構ね、この手の長さが変えられるとかね、ありまして、で、ちょっとこちらにはね、カバンの中がね、書いてないので、ちょっとね、カバンの、まあ、周りだけじゃなくてね、中もどういうものなのかというのをご紹介できればと思っております。で、今回モノマックス4月号はね、まあ、この付録だけではなくてね、財布ナンバーワン決定戦という感じでね、こちらも、まあ、大体ね、お財布って年明けに、買える人もいると思うんですけど、まあ、4月からね、気分新たにという形で、社会人になる人もいるかもしれないんでね、そういった人にね、こちらおすすめの企画じゃないかなと思っております。長財布、ミニ財布、お財布ショルダーなど、ね、いろいろ、ありますよと。結構このね、お財布ショルダーなんかはね、まあ、新入社員の方だけじゃなくてね、サラリーマンの方、まあ、これからね、まあ、リモートと、まあ、出勤が半々になった時にね、こういうのを、久々にね、外で外出して、食事する時にね、持ち歩くのにいいんじゃないかなと思いますんでね、まあ、こちらの雑誌の方もね、まあ、楽しく、楽しめるんじゃないかなと思っております。はい。じゃあね、こちらね、開封していきたいと思います。で、やっぱりね、このね、エストネーションのね、ボストンバッグがかなりね、でかくてね、まず重たいです。で、梱包のサイズがね、雑誌とほぼほぼ一緒なんですけど、厚さがね、もうこれ段ボールがパンパンになっていて、雑誌のね、3倍ぐらいですかね、3冊分ぐらいのね、厚さになっておりますんでね。で、とは言いつつも、このでっかいカバンをね、この中にね、折りたたまれて入っております。折り目とかも気になるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、早速開けていきましょう。ね、こちらの袋は、ちょっと下に置いてですね。結構ね、もうこの時点でね、箱がね、ね、もうパンパンで、もう、機能がね、箱としての機能がもう限界を超えてるような感じではありますね。はい。じゃあこれね、はい、今開けましたが、開けまーす。はい。こんな感じで折りたたまれております。カバンとしてはね、最低限ですかね。左右のね、なんか角の手前がね、折られてる感じですね。はい。じゃあこれ、出していきましょうか。で、一応ね、開封したばっかなんでね、まずはじめ気になるのが匂いですね。こういうね、革製品だとね、革製品とか、まあ、合皮だと思うんですけど、結構ね、化学繊維の匂いが強いやつもあるんでね、ちょっとそれ匂いをね、チェックしたいと思います。やっぱりね、ちょっとこのね、合皮の匂いがするんですけど、まあ、そんなにね、気になるような匂いではないですね。これもしかしたら、日陰を押ししとけばね、取れるんじゃないかなっていうレベルです。はい。まずね、こちらはいいんですけど、こちらこんな感じで折りたたまれてるんでね、広げましょうか。はい、こんな感じですね。結構ね、この合皮のね、皮がね、しっかりしているんで、折りたたまれてましたけど、こんな感じでね、折り目はすぐなくなる感じですね。結構ね、
ちょっとお安いね、合皮だと、もうここがね、あの、跡がついちゃってね、下手するとここ、そこがね、あの、劣化してひび割れてってしまうんですけど、今ちょっとここ折り目がね、ついてますけど、まあ大丈夫な感じですかね。で、今手で触った感じはね、あの、いつものこの合皮ではなくて、柔らかいんですけど、しっかりしたね、厚みがあるね、合皮を使ってます、使ってますんでね、そんなにね、あの、こう、付録だなっていう感じが全くないですね。これね、非常にいいんじゃないかなと思いますね。これ、お店で売ってるもんだと言ってね、店頭に並んでてもわからないぐらいですね。はい。じゃあちょっとね、まずこの状態でチェックしていきましょうか。まずこちらの面ですね。特に外ポケットはない感じです。で、こちらの裏面も、ね、内ポケットはない感じですね。あ、内ポケットじゃなくて外ポケットはない感じですね。で、ちょっとこれね、広げます。広げるとね、わかるかなと思うんですけどね。よいしょ。はい。はい、じゃあこれね、ちょっとね、広げたいと思いますね。はい、ちょっとね、広げてみました。広げるとね、こんな感じになりますね。はい。で、先ほどね、この、あの、大きい面ね、こちらの面と裏面に関しては特に外ポケットありませんって話をしたんですけど、この横ね、あの、側面にこちらにね、あの、ペットボトルが入るみたいな、ね、ポケットがまずあります。で、こちらのね、反対ね、逆の面に関しては、外ポケットはない感じですね。なので、カバンのポケットとしては、こちらのね、横の側面に一箇所だけ、ペットボトルがね、入りそうな大きなポケットがありますといった感じになっております。はい。で、こちらのボストンバッグね、まあ見ていても気づいたと思うんですけど、基本的には二等辺三角形の形をしております。丸いボストンバッグってよくあると思うんですけど、これに関してはね、こんな感じで二等辺三角形ですね。はい。で、あとはね、気になるとことしては外ですね。こちらね、この部分に、紐を調整するね、ベルトがあります。で、裏に関しても、同じようにね、こちらに調整できるものがついておりますという感じですね。で、あとはやっぱ気になるのは耐久性です。今こうやって持っていてね、ここの部分が結構あの伸びてきてます。これね、ちょっと中側見てみますね。はい。基本的にはね、こんな感じでね、中ですね。はい。中も四角く、縫われております。ただね、こう中までね、ミシン目がついているという感じになるので、基本的にはね、こちらの、手提げの部分については、この外側ね、外側から、中に向かってね、突き抜けるように、ミシンで縫われている感じなので、ちょっとね、耐久性的にはね、こことここがね、もし、もしかしたら、これね、結構柔らかめの合皮なので、伸びちゃった時にね、皮がこう馴染んできて、柔らかくなった時に、もしかしたらこの辺の耐久性がね、ちょっと気になる点ではあるかなって感じですね。例えば今みたいにね、こんな感じに物を入れたものによっては、こんな感じの折り目になっちゃうんで、ここの部分からね、もしかしたら、こつれていく可能性はなくはないです。こちらもこんな感じですね。ここの部分がちょっとつっちゃってるんでね。このつっちゃった皮の部分が、耐久性がね、あるかどうかといった感じですね。ちょっと正直な話ね、僕的には、これね、2泊、まあ1泊ね、1泊ぐらいの、例えばね、下着と、替えのワイシャツ、ズボンぐらいであれば、まあこのカバンに入れてね、持ち歩いても耐久性はバッチリだと思います。まあ、ただね、それ以上にちょっと物を詰めちゃったりとか、あとはね、これにね、あの、モバイル用品ね、例えばノート PC をこの中に入れようとかってなっちゃうと、結構ここの耐久性がね、心配だと僕は思います。これはね、個人的なあの主観なので、いや、大丈夫だよってことであればね、いいんですけどね、まあ、こんな感じでね、
ちょっとあんまりね、まあでも、まあ雑誌レビューなんで、雑誌レビューなんでね、正直に話すとね、これこうね、こう引っ張るとね、ここね、ここがあの、合皮とね、このベルトのね、ここの継ぎ目ね、引っ張るとここ、糸がちょっとこうね、見えます。見えますかね？こんな感じ。見えますよね。ってことはちょっとこれがね、この後ね、この合皮が、どこまでカバンの耐久力に耐えられるかといった感じですね。まあ、こんな感じでね、基本的には大丈夫なんですけど、こうちょっとグッと引っ張るとね、ここがね、合皮がかなり引っ張られて、ね、つってますよね。ちょっとこの部分がね、私的には気になるなと。できればね、ここにね、こう横にね、ステッチをつけて、そのステッチに縫っていた、一緒に縫っていただけると、耐久性が良かったんですけど、これこのね、1マイペラの合皮に直接縫っちゃってるんでね、こっちもそうですよね。こんな感じで、今も僕思いっきり引っ張ってますけど、結構この合皮がね、つりますよね。これがね、逆にこうやって上にね、引っ張った時に、このさ、ね、四角いところ、ここがね、どんだけ耐えられるかって感じですね。ここの合皮がね。はい、という感じですね。じゃあ表に関しては以上です。中ですね。さっきね、これね、モノマックスの雑誌を入れて膨らましていたんですけど、中についてお見せしたいと思います。中についてはね、特に何もないですね。内ポケット何もなくて、まあ、そのまま、収納スペースになっております。で、外はね、この合皮なんですけど、中はね、ちょっとこの、なんでしょうね、ナイロンっぽい素材になっておりますね。ナイロンの、切れが、縫われているわけではなくて、この合皮のね、裏素材として、しっかりしたね、ナイロンになっております。よくこう、合皮だとね、裏の部分が、フェルトみたいな、モコモコしたやつもあると思うんですけど、この合皮に関してはね、こちら裏がね、こういうナイロンのしっかりしたね、ザラザラしたものになっているので、入れたものをね、汚すようなことはないかなと思います。あとね、今この中ね、底面に関しては特にね、底板が入ってないんでね、こちら柔らかくなっちゃってますという感じですね。まあ、これはね、こうワイルドな男の人がね、ボンと入れてね、使うような感じであれば、心地はいらないですけどね。まあ、気になるようでしたらね、底板ってそういった専門店に行くと売ってるんでね、サイズ測って底板買ってきてもらって、まあ、引いてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。という感じですね。まあ、ちょっと気になる点としてはね、やっぱり先ほどの、この、取っ手ですかね。で、チャックはね、こちら特にね、何か、おしゃれな、加工はしてなくて、普通のシルバーのね、鉄の、チャックのタグになっております。はい。今、こうやって私がね、持っていても、見てわかる通りね、結構こう、テレンテレンとしたね、柔らかい素材なので、逆にそれがね、売りだと思いますんでね、こちら、いいんじゃないかなと思います。で、こちらにね、エストネーションという感じで、印刷ではなくて、型押ししてあって、その押した中にね、シルバーの塗装がしてあるといった感じになっております。ちょっとサイズとね、こちらのウェブサイトはね、概要欄に貼っておきますけど、サイズ感としてはね、このモノマックスの雑誌があると思うんですけど、横にしてもね、二回りぐらい大きいぐらいの、サイズ感ですね。縦にするとね、さすがにこのモノマックスは縦には、入らない、ね、感じですね。上のチャックのところに当たっちゃいますと。まあ、横にすればね、すっぽり入りますといったサイズ感になっております。あとは底辺ね、底面に関しては、足はついてないですね。はい、という感じになっております。はい、以上となります。ね、こんな感じでね、まあ、雑誌の付録レビューをやっておりますんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこちらのね、なんかカバンのこと気になるようであれば概要欄の方にね、概要欄じゃなくてコメントね、開放しておきますので、まあ、質問事項等もあればそちらで、お願いします。はい。
あとはね、ちょっといろいろ私の分かる範囲でね、まあ、レビューさせていただいたので、まあ、よろしければね、高評価の方も、チャンネル登録だけではなくて、高評価もしていただけるとありがたいと思います。はい、以上となります。今日はね、モノマックス4月号、ついに4月号がね、出る季節になりました。もう4月も、あ、3月もね、まもなく終わりなんでね、これから、ね、春に向けて、皆さんがね、外出する、便利グッズがね、雑誌の付録として、ついてくると思いますので、まあ、気になるものがあったらね、バンバン、レビューさせていただきまして、まあ、先ほどみたいにね、匂いとか耐久性とかね、そういったところ、あとはちょっと私が触ってみてね、気になるところがあればね、正直にレビューしておりますので、まあ、よろしければ引き続きご視聴いただければなと思っております。はい、以上となります。今日はモノマックス4月号でこのエストネーションの高機能ボストンバッグ、こちらをご紹介させていただきました。以上となります。てるてる百貨店てるかいざでした。バイバイ。